さあ続いてどなたなんでしょうか、はい、いきます。あ、これはもう大津さんですね、はい、あ、行かせていただきたいと思います、はい、まあ、の霊が集まる場所というのはですね、人間が恐れる心が作るなんていうことですね、伏黒が作中でも説明されてると思うんですけども、まあ、実にそういったお話を今回させていただきたいと思います。これはですね、僕がですね、あの霊が出るとちょっと噂されている廃団地っていうところがありまして、団地なんですけども、そこにですね友達と行った時のお話なんですけども、その日もですね、これから肝試しをしようというのでですね、友達3人で集まりまして、その廃団地の方に向かうと、時間にしてみて約1時ぐらいの、結構夜も深い時間に行くということになったんですけども、その団地というのがですね、だいたい5棟ありまして、A 棟 B 棟 C 棟 D 棟 E 棟的な感じで5棟あると。でそれが5階建ての団地になってまして、うん、それをですね普通に、こう肝試してもですねあんまり楽しくないなと思いましたんで、ちょっとこう楽しみを作るためにですね、一つ一つの部屋のインターホンを押して回ろうかっていう話なんです、はい、それで、一つ一つ、まあ、101号室102号室といった形でインターホンをして、でもちろんですね廃団地なわけですから電気も通っておらず、インターホンを押したところでカスカスと音も鳴らないといったことで、さすがに何もないかという感じで上に上がっていったんです。したら3階に入った時の301号室ですね、ボタンを押したところツーっていう音が鳴りまして、これが一体何のことやと思ったら、インターホンを押した時に中の受話器が取れてる状態やったら中と音がつながるんで、あーツーって音が鳴るんですよ。で、うわ、中とつながってるんちゃうかと思ってちょっとドキッとして、でちょっとこれ中とつながってるんだったら怖いけど一回中の音聞いてみようかと思って、そのインターホンの耳すましたんですよ。ほんだらゴボ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 ゴって音鳴ってまして、なんやなんやと思って、ほんだら多分おそらくですけど中で水が下に流れてるというか、お風呂の栓抜いた時の水が下に流れていく時のようなゴボ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 っていう音鳴ったんで、うわっと思ってこれ怖いなと思って一回下に降りて、中と一回通じたよなっていう話友達として、でもここで帰るのちょっともったいないからもう一回それがどんな様子か見に行こうかって言って、さっきの団地のとこ戻ってったら101号室の扉のちょうどこの扉と床の隙間みたいな小さなところから水がジャーって流れ出してたんですよ。と思って何が起きてるかわからんと、ただ301号室で水が流れてるのは分かったんで、もしかしたらそこの水が流れてんのかとかなんかいろいろなこと考えたんですけど、うん、よく分からんけどもなんかそんなことになってたんですよ。でこれは明らかに異常なことが起きてるっていうのは分かったんですけども、逆に言えば何か起こるチャンスっていうふうにも僕ら考えまして、でその時に携帯でですね何か起きひんかなこれからと思って携帯回しつつ、もう一回同じ塔ですね1階からずっとインターホンして回ったんです。ほんでその301号室越えて401号室あたりのところもう一回ピンポンと押したらピンポーンってなったんですよ。でうわっと思ってピンポンってなってしまったと思って、さすがにこれはやばいと思ってバーって降りて、いや明らかになったよなって言って降りてる間にももう一回ピンポーンってなったんです。もう誰も押してないんですよその時って。でえと思ってこれ明らかに良くないことしてしまってるんじゃないかっていう怖さというかそういうものがあったんですけども、でもなんかここで帰るのもちょっともったいないなと、まだ1棟しか見れてないんでまだ残り4棟あるわけですから、これはさすがにちょっと最後まで1回押して回ってみよう、すげえ何か起きひんかなと思いまして、で4棟から順にもう1回回ってったんですよ。で最後のA 棟ですね、一番最初におそらく作られた A 棟というところが多分一番最初に作られたんで作りが最も古くて、でそこに行こうと思った時にそこだけ明らかに湿気が強いような、ちょっと肌にまとわりついてくるかのような気持ち悪さがあったんですよ、うん、であれなんかここだけちょっと雰囲気違うなと思って、もう恐る恐る A 棟に入っていこうとしたらちょっと待ってってなって、 A 棟の入り口の集団の郵便、ま、こう郵便受けみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、集合的なあそこにタコ糸が結びつけられてて、その A 棟の入るエントランスの入るまでの道に三輪車置いてあったんですけど、うん、それと三輪車がタコ糸ぐるぐる巻きになってたんですよ。でその三輪車をどけなその A 棟に 入れないと言ったような状況で、なんかそれも変じゃないですか、なんか立ち入り禁止みたいな感じ、立ち入り禁止みたいな感じです。でもそれは
その立ち入り禁止というわけじゃなくて、もう普通になんか三輪車とその集合ポストをぐるぐりたこ糸されてるみたいな感じなんですよ。でこれ不思議で、なんかそこにもなんか子供が遊ぶような遊具、例えばボールだったりゴムボールみたいなものも置かれてて、でこれはなんかそのどけな入られないんで、ちょっと一回どけるしかないかって恐る恐るその三輪車避けまして、で一歩踏み入れたと。ほんだらその101号室他の部屋は全部緑のペンキで塗ってあるんですけど、その A 棟の101号室だけ赤のペンキでバリバリに剥がれてるんですよ。でここのちょっとインターホンさすがに押すの怖いなって思ったんですけど、まあそこは勇気出して押さなダメなんでインターホン押したと。ほんだらカスってなって、よかったならんかったと思って、でそのままもう1回2回3回4回5回で上がってって押したと。ほんだらそれまで結局鳴らなかったんですよインターホン。あーよかったと思って、もうちょっとここ来んのは勘弁ならんな、もう来んのやめようかって言って帰ってる最中に、その団地中からピンポン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 って鳴り出して、でうわーって走って逃げたんですけど、でちょっとその最後のインターホンが鳴りまくったところの動画なんですけども、誰も押してないのにインターホンが鳴ってるっていう動画今回ありますんで、ちょっとよかったら見てください。なんかちょっとピンポンって聞こえますね、うん、はい、いやそうなんですよ、ちょっとやっぱ誰もこの時押してないのにピンポンってもう音が聞こえてるように、何か僕らとは違った何か別のものが拒絶してるのか、どういう理由か分かんないですけど、インターホンを押されてるっていう。電気回線とかって結構つながったりしますよね。なんかつながってもない電話が鳴ったりだとか、いろいろあったりするじゃないですか、はい、多分テレビとかも勝手についたりだとか、うん、だからそれの類なんかなってちょっと思っちゃいますね。そういった類で、で一つ思ってんのがやっぱ最後の A 棟だけ湿気が強かったんで、湿気ね、そうなんですよ、湿気が強いところっていうのがやっぱりその霊は好むって言われてますね、言われてるんで、なんかそういったことがそういう現象を生んだのかなと思ったりもしてたりします。女性が目つぶって映ってるんですよ、うん、で鼻がポン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 と手向けてあるんですね、うん、